その日、その地下鉄は遠い過去へとつながっていた。もしもし、兄貴が死んだ時間だよ。あなたは父になる前の父親を知っていますか？あなたが生まれる前の母親に会いたいですか？物がねえの何のっつったってここに来たりすりゃ何だって手に入るんです。俺はこの辺りの食い詰めの面倒を見てるもんで、アムロって言うんです。何者だよあんた、どっから来た？いつもこんなことしてるのか。生きるか死ぬかだ。夢じゃないわ。先生、絶対お父さんお母さんに会わせてやるから。こんなところでのたれ死んでたまるか。母さん、俺はなんてことしまったんだ。幸せでした、あなたのような父親もって。幸せでした。母さん、ごめんね。美ちゃん、メトロに乗って。